わかった。すいません、お待たせしました。今カメラこっち向いてます。あのゼロから原宿バージョンに戻したら繋がりました。あの配信ツールが繋がらなくなってたのか、なんか別の問題か分かんないですけどね。というわけでまだ津和野あって津和野駅前です。あとあの画面には映ってないですけども、あの広島からあの来られた人がからな筒みたいなものをいただきまして、ちょっと顔は見せられないので、今画面外にいらっしゃいます。まあ、一緒に走るというわけじゃなくて津和野観光に、まあ、来られたっていう感じでいいんですよね。ということなんで新しいものだとしたらずっと使えないな、これ。それか別のツール使うか。ちょっと今からヘルメットかぶったりいろいろします。あ、リスナーの方です。こんな風に今はイヤホンがダメって言われるんで、これで読み上げてます。気をつけないと私が振り向いた方向が映りますから。気をつけます。あ、これ。あ、そうですか。そっか、車だとそれは気楽ですよね。自転車でも。おお。最悪道の駅の温泉でも入って。ええ。あ、そこの道の駅なかなか評判いいんですよね。よし。よし、これでヘルメットかぶって、これでよし。やっと準備できました。待たせました。2時に着いてから宿を通ってここまで1時間以上か。後ろ、あ、ちなみにあのこちらが一つの方の自転車です。トレック。で、車でこっち来られて、で、自転車でこの辺り回るっていうことみたいです。広島と群馬ってどういう？ちょっと待ってください。白いトレック、そうそう。で、あれ？グローブどこ行った？あ、そう、こっちは今ですね、雨が通過した後なんですよ。ちょっと待って、グローブどこ行った？あれ？愛に、あ、それも目的の一つということで、まあ、トツいただいたっていうことです。ちょっと待った、グローブどこ行った？グローブがない。待てよ、こっちに入れたわけでもなくて、あ、そうだった、ポタファイル。電池切れる。とはい、電池切れる。運転。雨が降ってきたりすると、もうグローブなしだとふやけて大変ですからね。隣で。待って、本当に家出るときからつけ、あ、サインチコ来ました。中山寝てる可能性なくもないな。私、ストアに来るの、実は3回目です。日数でいうと4日目。あ、焼かない。うん、去年もそれの続きです。グローブない。うん、ハギはこれから明日行く予定です。 GPS はまだ、あ、GPS ログありがとうございます。そうだよ、これです。本当にグローブどこ行った？ちょっとお待ちを。一応予備のグローブは先に送った荷物に入ってるんですけどね。今日の目的地にもうすでについてる荷物の中にグローブが入ってるんですけどね。あれ？本当にないか？本当に忘れたか？それはちょっと困るな。他社の方今放置中です。あ、取り付いてますかね。部屋に忘れてる可能性ある。あれ？あと入れたところがあるとするとどこだ？うん、寒さは大丈夫ですね。ただあの指の皮がむけてしまうんで、私手のひらとか弱いんですよ、かなり。ないな、ないな。コンビニの軍手、うん、それでもいいですね。ツイッター画像見ました。ツイッター画像。気をつけてグローブあります？忘れてるな、これ本当に。穴開きのグローブは先に置く荷物の中にある。先にありますかね、グローブとか。
うん、ないなぁ。うん、ごいご、あ、大丈夫か。いやいやいい、ひでえ。そのグローブ買ったばかりなんですけどね。欲しいなぁ。雨はちょっと、まだ、今東から西に天気移動してるんですけど、まあ、よいしょ、なかなか出発できんな。天気ない、そうですかね。今日は新幹線でずっと寝てきました。ジャミーって。西から東。そう、あれ、すみませんでしたっけ、今。間違えた。よし。よし、まあいいや。とりあえずじゃあ出るか。小室。で、GoPro、あ、つけた。で、最後に GoPro の、ちょっと待ってくださいね。GoPro の、これで GoPro に給電。雨でテンション、もうダメかと思ったんですけどね。このままだったら意外といける。ポケットもなかったです。よし。じゃあ。なんでこれが鳴ってんだ？なぜかあの iPhone の中に入れてたソアガちゃんが流れてた。びっくりした。一体どうボタンを押したらそうなったんだ。あ、iPod か。なるほど。電車の中でこんなことならなくてよかった。で、今ここですね。今ここオン。今の曲はナム60、ナム666という曲です。位置情報送信中。成功。よし。で、あとは、そう、ナム666です。そういうの。これは、何で聞き始めたんだったかな。よし、充電危なかった。残り 5% になってた。で、録画もやってて、録音もさっきやったから、で、時刻合わせもしたし、よし、じゃあ、出るか。小雨が。うん。今回ですね、列車の中で、特急沖の中で、X バンドっていうアプリ入れてきました。これで、あ、やっぱり、なんか雨のすんごい塊が発生してる、西の方に、やべえ。萩の南のあたり、すごい山雲が出てる。こっち来るまでに移動しないと。じゃあ、じゃあこれで出てきます。はい、ありがとうございました。はい、素手で出発するとなんかすごく違和感あるな。あと忘れてる儀式ないかな。大丈夫かな。後ろ後ろ向くとやばい。路面乾いてます。さっ、降ったの1時2時間前なんですよ。まあ本当にえらいことになったら、もう今回の旅行ずっと線路沿いなんで、あ、自動無料延長してない、ありがとうございます。慌てすぎて最近忘れてなかったのに忘れてた。うう、それにしてもな、なんでグローブ忘れてきたんだろう。自動無料延長オン、ありがとうございます。風も、ちょっと強めですかね、今日は。予備のグローブは、先に送った荷物に入ってます。宅急便の営業所止めで、増田の駅の近くにの営業所に送ってます。高原さん、いらっしゃいませ。コンビニどっかあったっけ、こんなか。じゃあ最初にちょっとツアノの有名なマーヤの雨の中散策した、あ、GPS テレビ撮って、あ、待って、オンにしただけで撮ってるかどうかは別だ。撮ってたっけ。あ、撮ってる。あ、チョメさん、いらっしゃいませ。コーナーあったっけ。電線多分埋めてあるんでしょう。あることあるな。国道に出るのってどうやるんですかね。実はルート調べてない。川沿いに下れば大丈夫としか思ってなかった。前ツアーの去年10月だったか11月だったかですね。あの通りどこだったかな。
安全そうですね。これはの恋の米屋さん、どっちだったっけな。あとは民宿高楽さんに、あれ旅館、高楽旅館さんだっけ、高楽さんにお世話になったとこですね。そう、いや神社も問題です。今回はまとまってんのか。この通りだったっけ。もう一つ向こうかな。うん、あの米屋さん、あの鯉、あの津和野の水路の鯉ですね。この通りじゃなくてもう一個別のとこだっけ。深津で山陰の方の電気屋さん全部デオデオです。なんか GoPro これケースがガタついてるな。なんでだ。あとやっぱりケースに入れると重くて振り回される。今日いつ降ってくるか分かんないんで、あの GoPro ハウジングに入れてます。そう、小京都。さっきあの特急の中でも、あの津和野駅に着く前に、あの津和野の紹介させていただきますってアナウンスが流れて、おかげなりさん、おいなりさんか。明日から本当ですか。嫌だな。峠の、ん？あの辺？あ、この通り良かった。これだ。山陰道、うん、ちょっとルート6に調べてないんですよ、慌てて。で、お、乙女峠祭り、横浜。前来た時は降ってましたね、完全に。自転車で回ろうと思ったら、かなり降られて、で、宿で傘借りて歩き配信しました。そう、これ、あ、そう、山賊さん。天気予報、とりあえずこまめに雨雲というか雨エリアをチェックしてます。ほら、濃い。あ、メダカもいる。今日は 3,40 キロだと思います。クラクションでかい。そう、この濃いでかくて丸々してるんですよね。当然餌とかもらってるんだろうな。この鯉があの津和野のシンボルマークみたいなもんですよね。いや、言い過ぎか、それは。でかいんですよね。高級カッパ用意してます。ただ今上しか持ってない。あの送った荷物に下入れちゃったんですよ。下はよっぽどのことがないと着ないと思ってるんで。する？あ、SL か。GoPro、 いや、 GoPro 生中継システムまだできてないので、私はできてなくて。そう、ツアーのです。希望って、餌もらいまくりでしょうね。あ、いや、売ってるのかな、見たことない、売ってるのは。ん、なになに。あ、ダメだ、追いつかなくなってきた。濁ってますね。前もそうだったな。人面魚、私は前ここでうずめ飯っていうの食いましたね。何がうずめなんだと思ったら本当に具が埋まってるっていう、観光地ですですね。第8くらいって何ですか。今のシステムメッセージかな。うん、でかい。ゴールデンウィークはいろいろ祭りとかやってるので人多いですね。うん、前回、あ、鈍行か、あれ鈍行だな。SL は今日走らない日だったんですよ。明日走るらしいです。残念。今回 SL 見られるかと思ったのに、あの川沿いに下っていくときに。ニコニコランキングってのは 何の範囲のランキングなんですかね。実家に帰る、うん、最終的には実家に寄ります。こういうの歩道の方に従うのもちょっとずるいけどな。あ、またあれだ、ハーエッジのあれだ。その近くに寄れなくなる。やっぱり文字数制限かけたらいいかな、読み上げの方で。ん？津和野の雨だった、そう。あ、そう、ポプラがある。ポプラで何か 手に着るものを買う。このポプラ前も寄りましたね。あの
ホテルか旅館の高楽さんの朝ごはん頼んでなかったもんで、旅館から朝出てきて、でここのポプラでポプ弁買って、ポプラ弁当で、それで宿で作ったっていう、あそこですね。今そうだねっていうのが間に挟まったな。1分でコメント書いてユーザー数で、ちょっと買ってきます。目的が、ちょっと待ってください。ランチパック出雲ぜんざい味。そう、ガチ軍手で120円でした。どうだろうな、100円ショップだと 2つセットで100円とかかな。よいしょ、頑張ってるな。なんか私がいない間もやってたのか、このドドドっていうのは。さてこれどうしようかな。髪？あ、髪型？ちょっと待ってくださいね。どうしようかな。これいきなり切っちゃっても大丈夫ですかね。ほつれるかな。どうしようかな。いきなり切っちゃったら、とりあえず どうだろう。右手分だけやってみるか。いらっしゃいませ。切ってみよう。地域限定、そうそうそう。いびつめ、いびつめ、こんにちは。犬の発祥、本当ですか？おつれても、おつれるから、もうなんか使い捨てる感じで。ただあまりにも早く、1日も持たなかったらやばいですよね。
500円程度、500円か。パナソニックを出せて、あ、まあでもかっこいいかかっこ悪くないかっていうのは私は言われても大丈夫です。っていうかかっこいいと思ってやってるわけじゃないんで、家の鍵と、自転車の鍵、会社の PC にかける鍵、あとなんだっけ、で全部かな。よし、規定日あげてもいいですよ、もらいに来てください、あげます。でもう捨てるけど、で早速もうほつれてボロボロになってます。もうツアーなんでした、切りすぎたかもしれない。あ、そうだ、買ったものを写真撮るの忘れてたな。ポプラ、ちなみにこれ警官、警官対策してるポプラですね。さて、どうだ。なんだろうこれ、ちょっと自分でも笑ってしまう。なんだろうこれ、なんだろう、この、ま、結構黒っぽい服装にこれどうだ。接触剤、グルーガンとかあったらいいんですけどね。いや、グルーガンとかやったらこれ動きにくくなるか。さて、じゃあ向かいますかね。かっこいいっす。うわ、違和感あるなこりゃ。さっきからの連投してる人は一応数字変えながらやってるんですね。作業か。うん、延長、あ、しました。あ、でもまた3時半になったら間違った終了判定で終わっちゃうと思うんで、よいしょ。で、ここアヒルがいたところ、ポツ警官対策ポプ、ポプラですね。どこにいる。あ、いた、尻だけ見えてる。そう、延長終了失敗詐欺が相変わらず可愛いな。もう2羽いたんですけどね。もう1羽どこ行った。聞こえますかこの声。タッ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 、愛らしい。まあこの店自体は私入ったことないんですけどね。で、うわ、なんだあの雲、やばいな。雨雲ちょっとチェックしないと。で、幸楽さんはどの通りから入るんだっけな。別に挨拶していくわけじゃないけど、前見ていこう。あった。可愛いですよね。ここ旅館幸楽さん、幸楽と書いて幸楽さん。お姉さん、ここ多分今日、あ、結構車入ってるから人入ってるんでしょうね。去年10月か11月だったかにお世話になりました。店の人が何、あ、そういうの、店見せてください。さっき私ツイッターで今日確保した宿の名前書いたんですよ。民宿、アジエンと書いてみそのさん。そしたらみそのボットさんに捕まってました。早速やばい、バレてる。ってことは宿のオーナーさんも分かってるのかな。どっちとも雨どうだ。あー、うわ、なんだこの塊。あと、ほつれすごい。うわ、やば。ちょっと急がなきゃいかんな。最後に確認しましたって、この、なんか荒らされてる内容によって、荒らされてるコメント数で上がってるんじゃないですか。意味ねー。ていうか、前竹蘭から来ましたっていうので、結構なんかその、リスナーさんの質が変わることありましたけど、あれが公式になるようになってますよね、今。大変だ。こんにちは。で、梅飯食ったのどこだっけな。幸楽さんでした。あ、もう取り過ぎたかな。
あそこか。意地でも入れない、そう、私、意地でも入れない人です。めんどくさいし、あと私は無視はすることはそんなに苦じゃないんですよ、これ。あ、あれだ、あそこだ。前来た時に夢しくったこの青木さん、放送させてもらいました。うずめ飯、しこたま、しこたま、あっという間ほつれますね。皆さんにはこの読み上げどのぐらいはっきり聞こえてるんでしたっけ。さて戻ってきた。うん、よし、じゃあここから川沿いですね。そう、まさか晴れてるとは思わなかった、超ラッキー。ただいつ雨がダーッと来るか分かんないんで、もう30分くらい、やばい。あと、ほつれが。あ、そうか、延長詐欺。もうそろそろですね。もうやったかな？もうやっちまったかな？ぶり前菜。これ、あれ、延長詐欺なかった？本当に？ありゃ、珍しい。じゃあ、川沿い、私はですね、前来た時はこれ増田から津波まで輪行したんですよ、雨が降ってたんで。なので今回そのリベンジで逆方向で下る方向ですけど、うん、何と思ってたって、ああ聞き逃した。三つぼらし何でしたっけ。あ、こういうのが原宿バージョンに戻したから繋がったのかどうか分かんないですね。よし、こんにちは。さて、じゃあ下るか、雨が来る前に。本当に雨が来て動けなくなったら輪行ですかね。まだ荷物も軽いし、キャンプ道具は全部マスターの方に送り、もうすでに荷物で送ってます。宅急便の営業所止めに。30分で消えた。タイマー付きの嵐なのか。うん、国道に出る、ああ登らなきゃいけないのか。最初雨はすぐ来る可能性があります、あります。うん、本数はどうだっけ、1時間に1本とかだったかな。で、国道に出るってこれか、これで行かなきゃいけないのかな。あ、ですね、 X バンド、これいいですよね。目的地は増田です。うん、どうだろう、まっすぐ行ったですよね。ぐるっと回り込みますよね、この山抜けるトンネルか、この山をぐるっと回り込むか、どっちか。ん、今年の夏は東北の予定です。うん、日本海の方に末吉。うん、あ、そう、普通に音量によるんですけどね。お、復活した。よいしょ。なんか後ろがガチャッと来てるな。あ、そうだ、またGoPro で後で YouTube に上げるための上げる時のために説明しとこうかな。この同じ数字を読み上げてるのはニコニコ生放送の風物詩みたいなものです。よくあること。雨がいつ来るかわからない。眠り地蔵、うん、すごい中、いや、まだそんなでもないですよ、まだまだこんなん、うん、あ、エロタマさん久しぶりです。豊橋以来ですね。いや、以来ですねってのもおかしいから、リアルで会ったのが豊橋だ。あの時はごちそうさまでした。そう、今回山口県に来てます。
山彦、いや、山彦なしだと歩み上げるんですよ。あ、なしというかそのタグオフにすると、だから、ツアノは山口県じゃないって。あ、そうそう、ここは島根県です。いかんいかん、鷹の爪田に抹殺される。今日はどこで寝るの？今日は、あの、増田市の民宿で、その民宿の名前をツイッターで書いたら、民宿のボットさんに見つかりまして、体脂肪率どうだろう、測る場所によって違いますよね。手と足とで、僕、私足でやると、足でやると体脂肪率低くて、手でやるとやたら高くなる。まあ足も低いってわけじゃないけど。鳥根県。体脂肪計は当てにならない。体脂肪計、そうですよね。民宿の人もしかしたら見てるかもしれない。民宿が取ってあるのか、そう、民宿ボット。止むと。ダメですか？止まりました。常に、うん、ボット、鷹の爪ダンスキー、山口、島根、鳥取って感じ。地図の位置的に、島根、鳥取。鳥取の隣、正解。うん、鳥取、鳥取。あー、ちょっと向かい風だな。向いてる方向は北向きだから、北風か。そうか、国道離れて回り込んでるから今電波弱いのかもしれない。あ、ちなみにあの、弱います。団子に落ちたか。ちなみに今データ通信に使っている回線は今までと同じフォーマ回線ですけど、別契約回線です。ダメか、 FM エリアが落ちてるのかもしれない。よいしょ。あ、死んでる。ロボさん、こんにちは。なんだ、こんにちは。あれ、なんだ、田舎か。よいしょ。早く戻ってきて。出雲国。おっと、プライマリーサーバーエラーだ。増田まで明るい、落ち着けるのかな。実家までチャリで帰るんでしょ。おっと、プライマリーサーバーエラー再接続します。つながれ。これで繋がれば検証したことになる。新しい回線だっけか。あ、また繋がらないか。あ、来た。お、来た。ツワノって山口県と島根県の境なのね。いや、来てない来てない。来た。声は戻った。声、ああ、通常配信が入ってるのか。ちょっと待ってください。来た。高画質配信に切り替えなきゃいけない。こうして、声が来てる。来た。で、こうか。音のみ、顔見せろ。蚊が来ません。目は来てない。声は来た。イケメンが見えない。トムト、あら、また声も切れた。来ましたか。もう一度チャンス、あ、チャンスじゃない、チャレンジスタート。つながれ。あー、ダメか。もうちょっとかかます。もうちょっとかかります。配信ツールから全部や、あ、うん、配信ツールを起動して接続して、で FML を起動して、配信ツール側でこう、こう、よいしょ、高画質配信で、か
開始して、嵐は去りました。でスタート。嵐の後の静けさもいいね。ダメだ、嵐が去った。あれダメか、そういうことじゃないのか。せっかくいなくなったのに嵐の話しないで。ダメだ、台風だったんだろうな。さあ冒険だ。 FMLE やっぱプライマリーサーバーエラー解消できませんでした。この間この方法で解消できるかなと思ったら、そうでもなかった。うん、水、雨が降ったからですね。あ、そうだ、雨。どうだ、雨。ちょっと待ってください、X バンドの状況確認。う、ん。FMLE、ダメです、ダメです。嵐って一体どうでしょう、わらわら。あ、なんか一個来てる。味噌の雨ごと、なんか一個向こうの方から来てる。雨エリアが一個近づいてきてる。急ごう急ごう。すいません。というわけで、通常配信にでしばらく行きます。そう、上から本当に来る。こんにちは。こんにちは。今これで雨対策は半端にできてるので、あとは、雨対策するとしたら、USB 接続のコネクタ部分をテープで塞いで、GoPro に。やばいやばい。高画質、そうですね。すいません。で、GoPro ちゃんと撮れてるよな。うん、点滅してる。雨雲から、私も追いつかれますけどね。私程度のスピードじゃ。雨雲接近中。あ、まあ、雲っていうか、あれ、雨が降ってるエリアなのかな。X バンドって。サランラップ、いろいろ持ってきました。ああ、でも、なんだっけ。ジップロック互換のやつは持ってきたかな、こっち。バッグの方に。うん。強制切断。私は非常におとなしい設定ですよ。足して 200kbps もないぐらいです。雨雲あっちの方、世の中全くです。しかもそれを確認するためのアプリを出先でチェックしてインストールできるっていう、ツイッターにも書いたんですけど、すごい時代だ。こんにちは。あ、いってらっしゃい。あー、いいなあ。ゆうさんいらっしゃいませ。カエルの声やんだ。今日泊まりです。明日も泊まりです。どうか、いいですよね。こんにちは。カクカク、うん、FMLE が、なんでだろうな。サーバー側に何らかの状態が残ってるせいで。あ、ポツポツ来た。ポツポツ来た。電波ですね。今日は宿泊まります。民宿みそのさん。画質、そう、FMLE が動いてないです。つながりません。緊急雨雲情報。ポチポチ。どんどんサイバーになるサイクリストですね。サイバー電池切れると大変です。自宅からここまで電車できました。パソコンの雨対策はですね、ウエストバッグ自体を覆う形でビニール袋を加工してきたんで、それで結構いけると思います。あ、強くなったら。ですね、今水に、川に入ったらダメですけど、上から雨が降る分にはかなり対策は強化しました。ポリ袋、分厚いポリ袋が欲しいんですよね。漬物用とかがあるらしいんですけど、っていいな、ここ。ポンチョの方が、ポンチョの方が全体を覆うからいいらしいんですけど、自転車で今のスタイルだったらどうだろう。ポンチョは、あ、そうか、泥除けが自転車にちゃんとしたのがついてないので、下からの泥跳ねにやられますね、本庁だと。あ、小雨。ここもたまたま降ってないだけです。ん、徳島、大阪って台風も絶対来ないし、何かに守られてる。うわー、すごい草の匂いが。あ、自転車のその籠ごととかありますよね。壇ノ浦レポートの壇ノ浦ですね。今日はずっと降ってるかと思ったら、
雨雲あちこちパラパラと発生して降ってる状態みたいなんで、うまくいけば全然降られずにいける。ん、何サイクリング？うん、そっか、尖閣遠い。パソコンはウエストバッグ自体をビニール袋に。仙台、ああ仙台って言ったら会社仲間のトッシュさんが言ってるな。あ、寒くん、うん、今気温はちょうどいいです。ん、何が何か、ポンチョ、そう、蒸れないですよね、ポンチョだと。ん、ショコがなんて、とても山口県には見えない。山口県、島根県です。さっきまで私山口県って言ってましたっけ。まだ島根県、山口との県境のすぐ近く。津和野は去年10月か11月ぐらいのはずです。津和野の翌日にマロさんと合流して一日走りましたからね。錦川清流ラインだっけ、錦清流ラインだっけ、なんとか登ったって神社のあそこですかね。なんとか稲荷は前回来た時登りました。もうないなら、あー、レインズボンか、うん、会社仲間の、どこに、あ、同業に、いや、長道さんじゃないです。ただの自転車仲間です。ただのって、なんかただの自転車仲間だと位が低いみたいな言い方になるな。おにぎり、あー、そうそう、前来た時なんとか駅っていう駅の近くで、まあすごい田舎なんですけどね、うどん屋さんが昔あったってコメント情報を聞いて、その駅の近くの民家のおばあさんに聞いたら今ないって言われたんですけど、でもおにぎり作るから食べなさいって言われて、でおにぎりとおかずまでいただいて、ん、鳥取がなんて、そうそう、あ、夕食、そう、今日昼過ぎに電話したけど夕食 OK らしいです。一人分くらいだったらできますよって言われた。上海、上海、そう、ただの私でございます。これ道、あ、道大丈夫だよな。たまにボサッと走ってるとえらいことになるから、あ、大丈夫だな。もうすぐ歩道に合流ですね。さて、雨雲、うわ、来てる、鳥根の左が島鳥、やばいやばい、ちょっと後ろ近づいてきてる雨雲が成長してる、色が濃くなった。うん、アパホテル、あ、でもこれもいいですね。カラコロカラコロ、カエルが鳴いてる。ん、前回生主さんとって、あ、マロさんとの話ですかね、ツアーの後。あっ、なんか山で止まってたりしてくれるといいんですけどね。ゴロゴロゴロ、録画スタートはチェックしたのですか。録画スタート、GoPro はちゃんと録画できてるみたいです。大雨期待、やめてくれ。嬉しそうに、うん、前回来た時も雨でした。Z さん、実装フラグ、棚田、そうですね、川との間の段差のとこに雪、あ、え、そう、何が、あ、とりあえずアプリは X バンドっていう、アルファベットの X にカタカナのバンドで検索すれば iPhone だと出ました。 iPhone の何だっけ、 Apple Store だっけ、 iTunes だっけ、あの辺りの仕組み名がよく分かってない。あ、ロボさんは雨男っぽい。男、そうでもないと思ってたのにな。うなぎですか。高津川ですよね。あ、清方さん、お疲れ様です。お仕事ですかね。うん。アップストアか。どうせ濡れる。今回の最終目的は。福岡の実家まで走るつもりでしたけど、秋吉台とかやろうと思ったら、下関ゴールがギリギリみたいな感じな気がしてきました。40歳、2年前からですね。
でこれがさっき山を突っ切ってきた国道ですね。国道に合流、そしてパラパラ来てる、パラパラ降ってる。河野さん、関門海峡、うん、それは越えます。さ、5月6日の夜遅くに福岡羽田便の飛行機撮ってるんで、スカイマークの、あ、こんにちは。あ、うわー、降ってきてる。追いつかれたかな。あ、決済初めてです。雨、下り基調だから少しはスピードはいつもより出せると思うけどな。ん？な、ホイップニトロ？負け試合。その負け確定しないでくださいよ。パラパラ。うん。こちらは降ったり止んだりしてます。私は今日はまだまともに降られてないけど、これから今降られそうな感じ。今まさに。うん。カデミ流。太平洋側、うん、山奥です。主権さんいらっしゃいませ。島根県を走ってます。島根県を日本海側の方に向かってます。インフルエンザ気をつけ、ありがとうございますって。インフルエンザの話か。ちょっと雨来てるとやっぱり頑張らにゃだから負け確定しないでほしいん、何山で福岡。最終目的地は福岡の実家にしたかったけど、下関が関の山、下関だけに。吉田君、今のは相当の声か。ありがとうございます。どうだろうか。下関も下手したら輪行で到達することになりかねない。雨が降ったらまでもない。下関は前、下関日の山ユースっていうユースホステルに泊まったことあります。年末で餅つきやるって話だったんですけど、大晦日だったんで実家に帰りました。いや違う、あの餅つき参加したんだ、思い出した、忘れてた。はい、聞こう。ちょっと弱まってきたかな、パラパラが。うん、カッパまだ着てないです。塗られたらじゃない雨に降られたら、もう下着まで全部濡れます。でも雨具は持ってるんで。あ、バカボンパパ、今バカボンパパ一切超えましたね。青の山駅、青の山駅ちょっと見ていきたいけど、急ごう、雨的に急ごう。多分またど田舎の駅だと思うんですけどね、見たかったな。赤い雨、強い雨っていうことですかね。あ、車載、本当に機材人によってバラバラですけどね。今多分一番スタンダードなのはレッツノート J っていうシリーズのノートパソコンがマシンパワー的にマシンパワーが結構あってバッテリーも持ってで、そこそこ小さい。どこまで、今日の目的地のマスタまでは30キロオーバーぐらいだったと思います。アンドロイドか、私あれ使ったことないんですよね。最近 MNP 関連でソニータブレット P っていうのを入手したんですが、レッツノート、ああ値段が高いですね。うわ、雨が強まってきた。高いのデスクトップ、わっ、電波国道沿いですからね。レッツ、いや危険じゃないですよね危険ではないですけど、
そろそろなんかレンズが雨であの曇り始めるはず、曇るというか、あの雨粒がついて邪魔になり始めるはず、そのぐらいの雨です。余裕持って、うん、うわ、この白線の外側も広いんで楽ですね。キャンプ地は民宿みそのさん、怖いですね。あ、できました。レンズワイパー、メガネの方に欲しい、それは。わあ。落っことしてそこまで行ってましたっけ。まあ、SSD ですよね。SSD も選べるんだっけ。ん？何が4100円。うわっ、レンズバイザーか。あんまりでも、来た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 。来てきた。どこかで雨対策するか、これは。するか。私のアトム Z550 です。2GHz。ああ、来てる来てる。え、本当に雨音聞こえる？明日もそうですね。語りかけなくていいから。ビジネス旅館ですかね。さて、ちょっと雨の様子見るか。どうだ？ネックス、いや、X バンド MP レーダーってやつです。どうだ？いや、来てないな、まだ。まだレーダーに映る範囲、レベルじゃないですね。現在地は、山口線っていうのかな、これ。実家は、もう一回か。あ、軍手。雨対策すると晴れるもんじゃないですか、どちらかというと。まだ、まだ大丈夫だ。まだ本体来てない。うん。そう、アメシトも違って、アメシトだとあの関東だけなんですけど、X バンドは全国。で、X バンドの、あの、ウェブページはですね、地図が、あの、なんていうか、県境と線路しか書いてないんで分かりにくいんですけど、iPhone アプリ、私が今使ってるやつは、さっき、今日入れたやつは、あの Google マップと重ねてくれるんですごい見やすいです。全然違う。 X バンド、そう、私も音楽関係引っかかるかなと思いました。気温は21度。ジャパンのバンド、そもそもなんで X バンドって名前なのか。あ、延長できてないかな。延長できしてますよね、多分。21度。あ、住所ありがとうございます。今のはユーザーコメントですね。ん、何の調子、何の調子。あ、走ってない。じゃあどっかで、どっかで。あ、そうか、再起動したから、アプリ起動し直したから、そうだ、できてない。どっかどっかどうか雨粒落ちてこないところ。仕方がない。そこら辺で。よいしょ。あと2分。あ、でもまあ大丈夫ですね。あ、危ない危ない。ドミネーション。よし。ちょっと念のために再接続します。よっと。ハザード。さあ来い。あれ、止まるとそんな降ってないな。これで。
無料運賃できてるのかな、これ残り時間はこれなんか延長作業起こりそうな感じがする。 GPS ログは、あ、大丈夫です。こっちは GPS ログ取ってます、今。延長大丈夫ですかね。ただ、あの延長失敗詐欺が起きそうな風に見えます。残り時間は40分って出てるんで、ここのところ。まあ、あの終わったように見えたらまたあの繋ぎ直しますんで、そう、延長詐欺が起きそうな感じ。失敗詐欺が起きたら私がちょっとあのツールがをもう一遍起動しなきゃいけないんで、30秒ぐらいかかると思います。もうあと10秒20秒ですよね。とかあまりゆっくりしてられなかったな、雨雲が来てるのに。マスタまで28キロか。急いでも2時間ぐらいはかかるな。2時間以上。この道の狭さであの音のトラックが来ると怖い。変なことになったかな。読み上げが来てない。あれ？どうなってんだこれ。ああ。ん？どうなってる？読み上げがされてないな。あれ、これはこれか。見つけた。いや、つながった。あのイヤホンの口が抜けてました。よし、物理的な方でした。 OK。 玉ねぎこっちでした。たまにあるんですよね、割と緩い。ん、他の放送も、え、何が。サインです。サイン今、山口県と島根県の境目あたりの島根県より島根県側を、日本海に向かって北上しているところです。指切り軍手、軍手を指切りました。ほつれるほつれる。それで今大丈夫ですかね。お、山陰はここだけ今あの局所的に降ったり止んだりしてます。で、雨雲レーダー見ながら、まあ逃げられるわけじゃないんですけど、覚悟を決めたり逃げようとしたりしてます。ん、サインが 何ですかって。あ、これで今大丈夫ですかね。オイルの調子よくわかんないんですよ。この間初めて走った時には体調悪くて、うん、デュラグローブ、いや、あの私は今日あの手袋をグローブ忘れてきちゃったみたいで、先に今日の目的地近くまであのキャンプ用品を送った中には入ってるんで、予備が、まあ、空いてますけどね。だからそれを入手するまで我慢。この道は他に迂回路がないから車多いんですかね。裏道あんのかな。なんだろう、持ち物リスト、テキストファイルは持ってるんですけど、めんどくさくて見てないんですよ、いつも。うん、本当に部屋で泣いてる可能性がある。でも困るのは駅で忘れたりした場合ですね。それだとちょっと戻ってこないだろうから、2000円も出して買ったグローブが、しかもまだ新しいのに。交通事故、そうですね、あの悲惨な事故があって、なんか運転手が悪いだの、あの環境が悪いだのってみんなで言い合ってますよね。うん、アバウトっていうか本当に面倒くさがりなんですよ。
宿とかも事前に調べたり、観光地も事前に調べるのが面倒でやってないだけです。あの言い訳としてはあれですね、現地で初めて知ると感動が増す。お、犬犬抜けてる。あ、眠気は大丈夫です。ん、韓国できる限りそうなるんですよね。今、あの犬かな、ん、見えん、宿泊宿泊されて、うん、ただなるほど、いや、それもそんなに調べるのを惜しんで走ってるわけでもないですからね。犬は向こう見えましたか、さっき白い犬。対応力、なるほど、それも使おう、それいただきます。あのワンワンとニャンニャンは見た目は猫の方が可愛いと思うけど、世の中みんな猫が可愛がりが多すぎるんでちょっと反発も感じてます。確かに可愛いけど、そんなあの生き物のその天使じゃないんだから。やつらはクルーズからは来ないはず。ん、犬の方が、うん、途中で、うん、そうなんですよね、それもある。猫かぶってますか。うん、できるだけ猫かぶらないようにしてるつもりなんですけど、普段と放送上でやっぱ違うところはかなりあるんじゃないかな。うん、猫ですね。いや、可愛いと思ってるんですよ。可愛いと思ってるけども、手放しで猫を来参するのに抵抗があるんですよね。族タタラ族最まで、いや、今日駅からスタートしたばかりです。うん、ドラ猫、うわ、また降ってきた。言うなよ。宿に着くまでそのつもりです。電子機器、そう、犬に好かれない。本当にあれ嫌われてるのかどうか分かんないですよ。歓声を上げてるだけかもしれないし。ん？気泡感？また降ってきた。全国降ってないとこあるんですかね。沖縄とか北海道とかは？あ、そう、歓声、オーディエンス、いや違う、歓声はオーディエンスじゃない。機材、うん、あるんですかね。そうそう、人振りながらありますよね。あ、いらっしゃいま、あ、なんかパラパラ降ったりやんだりです。あ、降ってない。雨の匂いは、うん、独特ではあるけど、自転車で走ってる時にはな。あ、そっか、梅雨入ってましたね。ん、そろそろ、わあ、また強まってきた。今度こそ本体来たかな。沖縄梅雨ですね。あ、雨対策しなきゃダメか。湿気た、湿気たか。駅、え、駅あります。明日昼から曇りみたいですけどね。午前中増田は雨の予報でした。あ、そうか、道の駅あるか、途中にありましたね。うわうわ、降ってる降ってる。とりあえず GoPro とかもやっぱりハウジング入れといてよかった。すぐにやらな、あ、対策しなくても致命的じゃない。あ、何、道原駅どこ。ああ、降ってきた。え、面してない、雨。ああ、できた。ああ、1キロか、1キロか。
雨宿り場所が見つからないんですよ。なんか風呂ネタ多いな。エクスバンド、結構湿ってきてますね。その先発ネタはな、別の人が書いてるんですか、一人が書いてるんですか。あまりにも来てちょっと不自然。アメソビはこれから道原駅、どこだ、右側にあれですね。うわー、来た来た。本体じゃない、それでもこれか。くねくね、またバージョン変わったな。あ、バイザーから雨粒が水滴をし始めた。カメラ、どのぐらい、結構うつむいてます今。どこだ、雨じゃない、駅、同じ2文字だから間違えた。立派な駅、どれ、うわ、こんな降ってんのか今。パチャパチャいってる。ヘルメットに当たる音ですかね、パチパチは。いかんな、ズボンまで結構濡れてしまった。あれ、駅はどれ、上着、そうですね、あ、あった、ホームがある。ちょん、これ防水処置、ウェブカメラの防水処置がうまくいってなかったら、多分あの画面が幻想的になります。内部が曇っちゃうんで。電気製品がちょっとウエストバッグの中やばいですよね。ウエストバッグビニール袋に入れて。これか、あとデジカメもやばいな。これか、プラザ、プラサって書いてあるような、プラザマクラセ簡易郵便局、西原駅。ポスト、あ、本当だ、ポスト丸い。ロボさんの郵便来たね、雨宿りした。職員さんから丸見えた。ここ、西原駅、かっこいい駅、懐かしいポスト、海岸で出てみたら、早着替え、このポストいいな。着替えはまだないです。原駅で雨宿り、着替えはまだない。やられたね、あ、本当だ、なんか来てる。来てるけど、こいつが抜ければまたしばらくないですね。はすはす、うん。来てる。ちょっと読み上げ小さくしよう。タクシーも古い感じがする。笑。タクシーも。うん。そんだけ脱がんわ。ちょっと待ってくださいね。アプリ、X バンドだったと思います。ちょっとこれ読み上げ作成しないと中に入れない。ちょっと。20。どうだ、こんなもんか。映画なら。ちょっとこれから入ります。どうしようか。いや。あの雨雲もうすぐ抜けるはずです。うわ、広い。そして猫だ、猫がいる。あとポタファイ忘れてきた。あ、猫逃げた。ポタファイ持ってかなきゃ。どうし切ってか、猫いたのにな。よいしょ。あ、横行って見えました、写真撮り損ねた。いや、雨はもうすぐ抜けます。どこ行ったっけ、この雨宿り。猫駅長どこでしたっけ。あと猫屋駅ってとこもありましたね。早かった。
カメラ伸びて、そうですよね。まったく。この猫バカどもめ。よし、パタハイ持った。すごい立派。何この広さ。広くて無人駅なのかな、これ。郵便局はこれ、こっちが全部そうなのか。あ、郵便局が切符売り場も兼ねてる。寝れます。どうだろう、締め切るのかな。立派ですね。じゃあ、友人駅ということになるのか。どうも。こういう意味、私には聞こえてますけど、走ったら聞こえなくなります。星のふるさと、両方意味があるのか。道原。前、あの、みそのっていう、まあ、今日の宿とは全然字が違う、あの、おんそのと書くみその。どこだっけ。飯田線からちょっと西の方にいたとこだったかな。なんか農村の中に、農村からさらに外れの方に、あの、天文台兼宿泊施設、キャンプ場があって、こういう意味、もともと入れないつもりだったんですよ。これ聞こえてるのは、あの、イヤホン禁止の風潮に合わせて今スピーカーで鳴らしてるので、それで入っちゃうんですよ。本来、あの、読み上げ入れるつもりはないんです。例えばさっきの、あの、嵐の時とか、私が黙っていれば皆さんには聞こえないですよね。文字列で見えても大して気にならないですよね。なので、ただしスピーカーで出してる今はもうそれはどうしようもない。あ、やんだ。今降ってない。ん？何すか今の音。雷の音にしちゃちょっと、あの、音の低さが足りない。ガシャーンというか、ドーンっていうか、そんな音がしましたよ。あ、で、やっぱりアプリは X バンドって名前です。で、もうちょいで抜けるな。今の音は何だろうな、猟銃撃った音かな、もしかして。そんなに音しないか。うん。あ、そうだ、時刻表見ますか。恒例の。濡れました。結構濡れました。X バンドじゃなく、X バンド。何なんですか。時刻表は、うわ厳しいな、これ2時間に1本でしたね。2時間に1本で、しかも鈍行だと3時間に1本ぐらいか。うわで、これ何ですか。あ、これ郵便マークじゃなくてワンマンカーって意味なのか。この制帽かぶったニコちゃんマークみたいなの。で、局員さんがこっち見てた、また友人駅ってことになります、一応。ここは休憩するには最高ですね。で、そっちはちょっとトイレも寄ってきます、ついでに。ニコちゃんも、最近あの、ニコルっていう仕組みができてますよね。うわ、結構濡れてるな。結構濡れてます。あ、
じゃあついでにあの防水対策もしときます。ある程度、あ、まだ降ってるな結構。これがウエストバッグ用に作ったビニール袋。ここからケーブル出ます。でケーブル出すために一旦これ抜かなきゃこのケーブル通せないんで放送一旦止めます。止めるというか映像音止まります。なのでちょっと一旦止めさせてください。全然晴れてない。しばらく止まります。うん。GoPro の方だけ今音が、音というか収録できている状態ですね。
で、ありがとうございます。これでいいかな。これで。ちょっと待ってくださいね。こうなりました。であとちょっと USB コネクタ部分を透明のテープでぐるぐる巻くんで、ちょっとまた待ってください。どこだ？あった。天気は今はまた止んできてます。くそ、テープの端っこが分からない、端っこが分からない。ここか、取れねえ。今音量上げました。人いないから。これか、これが端っこか。ああ。電気できてないですか。あれ電気は。するか。うん、まあ全然寒くないです。あ？ん？今ポイント使った？ポイント使ってないか今の。ウェブカメラの。カメラの USB の延長のとこだけはやっとかないとやられてしまうんで、こうしてこうしてて皆さん見えてないですけど、ぐるぐる巻き、とりあえずぐるぐる巻き、端っこを後で取りやすいように折り返しといて、これでどうだ。よいしょ、これでどう。これで見えますか。雨対策、雨対策。何を、あれなんかぐらついてるな。あ、声が。ちょっと待ってください、マイクもつけます。
これでいいか。よし、じゃあこれでウエストバッグをうまいことこの開けた穴からベルト通して、これで、あ、でもデジカメがさらされてるから意味ないんだ今。デジカメもなんとかしなきゃ本当は。じゃあこれでいきます。本当は体の方にも雨を置きなきゃいけないんですけど、今一旦やんだからな。そう、やんでます。まあでもこの後また振られる可能性が高いんで。今忘れもないですよね。よし。加工させる。本当にマロさんにお願いしたらだいぶ綺麗にできると思いますよ。ああ、ゴブはやっぱ重さ違うな。こうやって下向いたりするときによくわかる。やっぱりいつも私が最近使ってる。あと何キロ？25キロぐらいじゃないですかね。今時間はもう4時過ぎてますよね。あ、さだまさしも言われますね。あと南こうせつ。私は南こうせつさんの方が似てると思う。でも最近ちょっとまた丸くなってきたからな。私の人間が丸くなっちゃって。昔はあんなにとんがってたのに。よし。じゃあ行きますか。あ、カエルが嬉しそうだ。あ、鳥取の、そうです。すごい。さっき、あの、見すぎです。ん？あ、パーマネントがそうか。見えますかね、あの100均で売ってる、この間私がほら、あの吹き流しを入手するためにこいのぼりがダイソーで買ってきたんですけど、あれだ、あれと同じやつがあのバラしてたくさんつけてある、あれだ、絶対にあの吹き流し見覚えがある。全部で数千分ですね、これは。目指し気をつけてた。じゃあ、お、このビニール袋結構いいな。もうちょっと頑丈に作ればずっと使えるな。じゃあ、どうすんだっけ。確か CLS でしたっけ。クリアスクリーン。初夏。気温は本当に暖かいですよ。違う。CLS。これでどうですか。消えました。あ、ちょっとカメラ上向きすぎたか。このぐらいか。ダイソーか、まあダイソー互換のものが、これで今こいのぼり見てるから、こんなもんか。太くて短いこいのぼり。あ、え、で消えましたかね、コメント、運営コメントっていうか運営メッセージは。OK。あ、ありがとうございます。これでウィーク、私は今回2、3、4、5、6、5連休。よっと、このビニール袋弱いんで、厚さが 0.02 ミリだけしかないので、あ、完全に止んでる。まあいずれ役に立つ。驚きの薄さ。でも 0.02 でもまだ厚めの方なんですよ。一番100均で見つけたやつで一番分厚かったのは 0.03 ミリ。あとは 0.015 とか。ここもさっきのあれだ、あの鯉のぼり。神のハート。あ、それ高楽さんパターンの話をしてるのかな。あ、そうだ、 FMLE 試してもよかったの、ついでだから試してみましょうか。順天堂の本拠地。順天堂の、本当ですか。順天堂は前、あのどこだっけな、山口県のど真ん中通ってる国道沿いで順天堂で回路買ったことがあります、年末旅行で。もう足先が冷たくて死ぬっていう状態だったんで。よいしょ。コンドームとかどうなんだろうな。ちょっと FMLE 試します。病院、なんかそういう名前の病院ありましたっけ。上り速度はバッチリ出てるけど、せっかくの待機がもったいない通常配信だと。ほとぼりが冷めたからもう繋がるようになってるんじゃないですかね。しかし立派なお家。あれ？いかん。FMLがツール自体が立ち上がらない状態だ。もうめんどくさいな。
フラッシュメディア、あれ違う、あったフラッシュメディアエンコーダーをプロセス終了して、なんで生き残ってんだろうな。で改めて起動したか、起動したけど画面が出てこない。ああ、この間見たのと同じパターンだ。これはですね、再起動だ。すいません、PC 再起動してきます。再起動してきます。カメラの左側が幻想的ですよ。左側。このかな。じゃあちょっと行きます。じゃあ音声も止まるので、 GoPro の方の音声はこれですごく悪くなります、再起動終わるまで。では今度は また次が来てるな。さっきのやつは結構でかかったな。多分10分かそこらでまた来るだろうから、また開けられますね。そっか、そっかしてないですね。ダメだ。再起動しても FMLE プライマリーサーバーエラーで繋がりません。じゃあこのまま行きます。残念。これで今映像いってますよね、カクカクながら。あとブタファイのまたバッテリーが、繋ぎます忘れてた、繋ぎ切れるところだった、残念ながら。あとブタファイをもう一遍電源、外部電源繋ぎ直して、今だとバッテリーは青いな。充電しきってるのか、ちゃんと。今は、日原駅の近く。多分日原駅で検索すれば出ると思います。これは、冒険の書は消えてしまいましたが、あのメッセージかな。お気の毒ですが。日原は奥多摩の方にありますね。日原購入道。じゃあ行きます。もう一個忘れてた。GoPro のための録音だ。
声の録音。あ、ほとんど入れてないです。やっぱり忘れてる。あまりここで接続録音スタート。よし。青原駅。に、西原の月が青原なのか。で、せーの。これで、音と映像が合わせられる後で。あと25キロぐらいだと思います。増田まで。で、増田から2、3キロまた離れたところが、3、4キロだっけ。宿なんですけどね。じっとり三元気だと思うけど、どうだろう。自動無料の位置をオンにしました。大丈夫です。延長オンにしました。でも、うまく動かないかもしれないんで。カチンコ見つからないです。カチン、最近100均で探しているのがカチンコと、あとiPad を載せるための台、タブレット台。なかなか前進しませんね。また降ってきた。春雨。さっき鈍行が向こうから海側からやってきました。やんだかと思ったらまた降ってます。さっき X バンド見たら次のが来るまでまだ少し空いてたんですけどね。あと2時間、宿までというか駅までが2時間ぐらいで、宿までがもう30分ってとこじゃないですかね。山口止んでます。太平洋側ですよね。山口だと到着8時。夕飯頼んでるからあんまり遅くなると良くないな。5時過ぎたあたりで一遍連絡するか。今はもう4時40分か。ちょっとこんな時間かかってるのか。やばい。宿の夕飯が。水が。もう5時近くなのか。やばいっすね。やばいっすね。あと2時間かかって駅だとすると夜7時7時半、あ、やばい。やばいやばい。パソコンいじるの、そうですね。やばいなぁ。近くに食べ物屋さんもというか、そもそも食事無駄できないからな。時間、何時にまでに行くって話はないんですけどね。あと25キロ弱。ん？継続的になっちゃいましたか。これ拭いても治らなくなったらもう浸水してますね。どうだ。ちょっと上下下向いてたら教えてください。上向いたり下向いたりしてたら。25キロぐらいかな。一旦駅の近くで宅急便の営業所で荷物受け取ります。うん、宿連絡します。あ、下向いてます。よっと、このぐらいかな。これでこうで、川の反対側行けるかな。行けるか。よし、風が。これでどうですかね。今前向いてます。うわ、カメラヘルメットです。いい感じですか。いい感じ。よし、辛いっちゅうか雨が鬱陶しい。あ、マスターまで21キロだった。いい感じ。よし、もうちょっと上。よっと、もう少しだけ上かな。そのうち蹴ってこられると。蹴られる。ホモネタも好きな人多いですよね。なんでそんな好きなんだ。ウェブカメラは結構あちこちにグルーガンとかホットボンドっていう樹脂で隙間埋めてます。まあ、それともレンズの周りがまだ埋めてなかったんで、そこから浸水するらしいので、曇り始めたらもうアウトです。失敗。東にですね、ちょっと足元が濡れ始めたからスピード出しづらくなってきた。うん、連絡します。
5時過ぎぐらいに、5時ぐらいに、ん？何が？雨がなんて、車多いから次の橋かな。で対岸に渡ろう。ラブレボリューション。愛の進化じゃなくて愛の革命か。うわ、危ねえ。今この側溝の蓋の向きが一個違うやつがあって、軽くタイヤを取られた。雨がそんなに降ってはいないんですけど、降ってはいないんですけど、路面が濡れてるんで、うわ、水しぶきも結構かぶってます。よいしょ。ダメだ、次の橋渡ろう。また危ない、また向きの違う下があった。側溝にというか水路の蓋ですね。お、また雨強くなってきた。あ、これやばい、これやばい。これは今度はデジカメと体がやばい。 PC 側はだいぶもう対策できたけど、どっかないか、雨宿りできる場所。どこだどこだ、あー、うわー、降ってきた降ってきた。すいません、ちょっとここの軒先、軒先お借りします。うわ、降ってきた。うわー、楽しそう。まあある意味よいしょ。カッパ来てなかったんです。これから来ます。あとはどれするかな。雨宿りしてる時間、そうですよね。駐車場すいません、人押しです。急がにゃ。あ、巣箱、これと、まずこれだな。ついにこの雨、今までカッパ来てなかったんです。この雨はどれだ。うわ、なんかいきなり真上に来てる。いつ来たこいつ。あまり騒いでると家の人が出てきますね。うん、でもそうですね、いつの間にかこんなことになってる。ん、調子、いや、どっちしろ動けないというか、雨具切らなきゃいけないんで、いつの間にこんなに真上に来てた。真上に来てるよ、いつの間にか。ちなみにこれ自転車だと破れるから切るなって書いてあります。
途中か。やっぱ自力で行かないと。よいしょ。よし。うん。25キロ。まあ今20キロぐらいですかね。うん、民宿です。どうだろう。あのツイッターでもうチェックしましたよとか言われなかったんで。しかしすごい色合いだな今これ。食べ物。よいしょ。カッパウィンドブレーカー、そうですね。私は防寒の一番上の1枚として使ってます。冬場は。夏場はもう雨が使うことないですけどね。島に行きますかね。あの遅くて8時ぐらいになりそうですって言っておきました。じゃあちょっとお邪魔しました。ここの民家の方。うん。足元は水色で。胴体と腕が、なんだっけ、ショッキングオレンジじゃなくて、なんていうんですかね、鮮やかなオレンジ、蛍光っぽいオレンジ。で、自転車緑色、後ろは黄色。何色なんだこれ、このパステルカラー。あ、今ちょっとまた雨やみました。こう取って、晴れたら、日が出てきたら暑くて最悪です。頭は真っ黒。カラフルですね。派手やな。いい目立ち具合だ。よし。あの人もオレンジだ。いいな。あとサスベつかけたあの人は。明日雨本当ですか。うん。でズボン履いたから泥跳ねがだいぶこれで気にならなくなる。青くない。これ後で録画忘れとか録音忘れとか軽く起きそうだな。あと延長忘れの可能性もあるんで、今は何時だ、あと2時間。うん、 GoPro ヘルメットの上、ウェブカメラの後ろ情報です。後方情報、ヘルメットの重心のてっぺんにあるのが GoPro、 高画質カメラで、配信に使ってるウェブカメラは額の上あたりです。あー、これでだいぶ雨気にならなくなったはず。っていうか今止んでるな。あ、延長はもうそろそろか。ちょっとこれ川の反対側に行きます。うわー、雨止んで、またどうなるか分かんないですけどね。うわすごい噴水かよ今の。
GoPro はですね 1280×720 で30フレームで撮れてるので、元の動画すごい綺麗です。 YouTube に上げると結構エンコードされてデータ4分の1ぐらいされるのかな。こんな日に計画してたから。あとやっぱりある程度の日数のあるツーリングだとどうしてもこんな日は出てきますね。うん、ビデオ撮ってるとそういうことです。で、後でこのコメントのやり取りも全部その高画質の映像に重ねて、あの YouTube でサイバーサイクリストで検索するといくつか出てきます。おー、写真見る人あんまり見られてないですね。生放送ほどには見られてない、全然。そう、今これ防水ハウジングで、周りがいろいろ開いてるスケルトンハウジングってやつをテープで塞いで使ってます。で、USB の電源入力するとこだけ穴開けて、やっぱ生放送の方が面白さはかなり上ですね。だって自分が打ったコメントに放送者が反応するんだから。うん、穴開けたのは、いや、もともと穴が開いてるものを買ったんです。ん？ YouTube が？ただ YouTube は来世に残るので、いつまでも残り続けるので、まあサービスがなくなっても引き上げることできるでしょうからね。で、どっかに移せば。お、これ右でいいのかな。うん、こっち車来ない道ですね。ラグ YouTube ありますね。YouTube もうちょっとエンコードが、なんていうのかな、再エンコードされない、ニコ動みたいに、まあ現ニコニコみたいに再エンコードされない仕組みができればいいんですけどね。こんな風にエンコードすれば再エンコードされませんみたいな。確か一律全部エンコードされてしまいますよね、再エンコードで。ビットレートはだいたい4分の1ぐらいに落ちてました、ダウンロードし直してみたら。あ、これ上全部線路です。 YouTube のデータはアメリカの中のサーバーに記録。データセンターですかね。もう20キロ切って、あと18キロぐらいかな、感覚的には。福岡県元古賀町、現古賀市。編集パソコンはコア2クワッドです。割と遅い。 SSD でなんとか。データセンターはそうですね。あとは地震がないところ。あ、お疲れ様です。ガイバー古い。どっちだ。カエルの声がすごいな。止まると。仕事はIT 関係ぐらいしとこうかな。 IT 関係。何が落ちないって。帰りの声聞こえますか。線路沿いの方かな。年収秘密いくらだっけ。そもそも自分でもよく把握してないな。 IT 長者長者。聞こえました。ヒルズ族ですね。ヒルズ族。どうしても頭の中でひらがなで表現されてしまうヒルズ族。嫁はまだ、そう、なんていうか、年収と学歴とそのあたりの、私がそれで人間を判断すべきじゃないと思ってるところの基準になるところは私は言わないことしてます。まあ、あとは会社に関して言うと、そんな会社の名前出して、その自分が何かやらかしたらその会社とつなげられるなんていう状況なのはあっぴらごめんなんで。ああ、雨割と上がってきたな。 GoPro で撮っと。あ、家も5時になったか。ああ、国道の方はスノーシェードがあるな。事故については何とも言えないな。エビクラさん、音楽なってない。うん。
7万5000万欲しいな。うん、カッパ来ました。国道じゃない方、川の反対側が国道です。道間違えた。ん、道間違えてないと思いますよ。少なくともこの線路沿いに行ってる限りは間違いないはず。まあ間違うとしたら山口に戻ってしまってるって感じかな。あ、自転車ありがとうございます。それです、それです。こっち県道ですかね。ああ、うん、山陰なんだっけ、山口線って書いてあったと思いますよ、地図では。線路沿いは少なくとも90度間違いはない、180度間違いはあるけど。ん、何するの。山か。あ、道の駅。ああ、この先はこの先国道に戻らなきゃダメか。国道ですか、道つながってないですね。車内渡るか。プログラミングですか。私はあんまりプログラミングはそんなに。半手動。山陰本線だと余部鉄橋がも通りますよね。あそこは良かった。あとで徹子の旅って漫画を知ったんですけど、そこでは聖地って書いてありましたね。GoPro はですね、あのポータブルハードディスク500ギガのやつ持ってきてます。そっちに移して SD カード開ける。でも後で考えたら、あの32ギガの SD カードをたくさん持ってた方が楽かもしれないなと思いました。まあ最後にあの PC に転送するの大変だけど。アマルペコン橋ですよ。今はあのコンハシってカタカナのコンか。そうそう、私が行った時ももう変わっちゃってました。でも鉄橋のパーツもある程度残ってましたよ。そう、ハードディスク持ってきてます。電車で増田まで行ってもいいんですけどね。前回増田から津和野まで電車移動したんで、今日はそれのリベンジなので。2時間、うん、4時間超えると YouTube はどうもアップロード失敗するみたいです。アップロード失敗というかエンコード失敗するみたいです。ん、クラウド、あの旅先でクラウド使える待機はないです。その何十ギガなんていうサイズをアップロードできる環境は。水溜りがそうなんですよね、泥跳ねするから。もうあ、グラントアって前文字列見たな、増田のあたり。5時、今日平日ですよね。グラントは前増田に来た時見た。まあそう、まあそうなんですけど、なんか今ぬいぐるみが、今のバイクぬいぐるみ背負ってた、後ろに積んであった。ん、交通量が長すぎて、あのあれ、説明のところに書いてある私のホームページ内のページから見るようにしてください。そしたらイベントのところだけ飛ばして見られるんで。あれ、2時間丸々見てもらうなんて全然思ってないんで。ん、ノータスクウィンバトル、道の駅だ。道の駅だけどどうしようかな。別に補給する必要ないんですよ。まあちらっと見ていくか。日本一うまいうどんそば下り、そうですね、基本下り基調。ん、アクセスするとログ、あ、取られますよ。例えば政府関係の go.jp とかからアクセスするとバッチリログ残ってますから。ん、中部動画がなんてソフトか、うん、あ、チョコレートソフトとかあるな。あと、あの神隠しマネって書いてあるかと思ったら、神話博シマネだった。18時、マジで早っ。そう、 IP ぶっこ抜かれますよ。 IP ぶっこ抜き特定するから、特定で、あの雨とちょっと今日急いでるっていうのがあって、そうじゃなければな。
ここで朝定食とかすごいな。場所的にどっか泊まってきた人か車中泊の人かな。朝定食、あでも車だったら一瞬か。高いもの、いや暑いです。でソフトクリームはここですか。お客様へ、本日は店の都合によりお休みとさせていただきます。まゆっこまゆっこ以上と書かれるとなんか食いたくなるな。店の都合ですよ、お客様の都合じゃなく。で中はなんかうどん屋さんやらラーメン屋さんやらいっぱいありますね。うどん屋さんだけでも複数ある。ラーメンラーメンうどんうどんってなんで2軒ずつ並んでんだあれ。群れてちょっと群れるのがありますね。さすがに、そうですね、確かにライオンみたいですね。ライオンの息子たちみたいですね。宝くじは売ってる。ないかないか。島根市、本当かよ本当かよ。よいしょ。あ、すいません。花の花の祭り、ねえ、ねえ。ということで21時、ずいぶん近いますね。3時間後か。ん？出口これだけかな。ちょっとすいません、でたらめなとこ走ってます。ん？あれこれ入り口専用だったのかな、もしかして。いや、アウトだ、これだ。言われそうでした、今。見てる人いますから、こっちで。鍋持ってきました。鍋も、フライパンも持ってきました。鍋は、送った荷物の中。